停電から始まる一日。電気もネットもない我々はスーパーマーケットに、ちょっと買い物してご飯作ります。木戸はね、住みやすいなと思ってるんだけど、電気がねちょっと不安定で停電とか起こしちゃって、するとネットも使えないからさ、ちょっと今いろいろ作業が滞ります。創作料理ができました。美味しそうじゃない。リオポカドス。エクアドルを出発します。滞在日数3泊だけだったんだけど、会いたかった友達にも会えたので、はい、やりたかったことは果たしました。エクアドルで次が6カ国目か。今日はここからペルーに飛行機で向かっていきます。とりあえず今空港まで、はい、最安の手段ローカルバスで移動していきます。乗り換えのバスターミナルに着きました。ここからね、エアポート行きのまたね、バスを探していきます。聞いたところ、1回出て、ターミナルがね、もう1個あるらしい。雰囲気で、なんかそんな感じでした。いや、一旦ね、着いたんだけど、バス停に。Google マップ上だと10分ごとって書いてあるんだけど、一応ね、近くの人に聞いたらもう何時に来るかわからないみたいな感じで、ちょっとギリギリになる可能性がある。どうなるか分からなくて、まあそうなったら飛行機に遅れられないんで、最悪 Uber とかで行っちゃいます。いや、発覚したんだけど、バスしばらく来ないわ。でちょっとさすがにまずいので、次のあの飛行機に遅れちゃうのは、ちょっとお金使って Uber 乗ります。空港まで3000円ぐらいかかるんですけど、まあまあ2人で3000円って考えれば、まあ乗るしかないもん。いやー、空港着いた。ちょっと焦ったけど、まあ、結局 Uber で使って乗ってきました。安心安全買いました。以前に少しお話しした、前回の世界一周終わった時、ここの空港から帰ったのがなんか懐かしいというか、いろいろ考えてましたね、その時も。一旦とりあえずウェブチェックインは済んでるので、はい、まあ、でももう中入っちゃおうと思います。いや、ここもマジで一瞬だった。超早かった。早かったね。列一切できてなかったし、かっこいい早かった。なあ、トントントンみたいな。これまでも早いのあったけど、それ以上に早かったわ。やっぱあの陸路の国境越えとはなんか違うわ。やべえ、なんかね。スムーズ。作業して飛行決まって、はい、6カ国目ペルーに向かっていきます。停電でずっと充電できなかった分、ここでやっていきます。これも空港ルーティンですね。容器だけ持っておいて、中に入ってから給水すると。皆さんサッカー見てる、いいな。なんかアナウンスと同時に周りの人がみんな動き出したな。何か起きたな。荷物のサイズチェックだな、きっと。無事搭乗口入れました。ちょっと荷物チェックがあったので、結構ギリギリなのでね、はい、ちょっと着込んでますけれども、いつもこんな感じでやってます。ペルー上陸、はい、じゃあこれから入国審査いろいろやっていきます。すでに夜9時ぐらいになっちゃったんですけど、これからね、町の方にあるホテルに行きたいんですよね。で歩いて15分ぐらいで行けるんですけど、結構この時間危ないと聞いてるので、まあ、ちょっとリスクは取るのやめとくかと思って、タクシーをね検討しますか、配車アプリちょっと今もろもろ調べます。空港出てみたんだけど、もうやべえわ。タクシーのキャッチと、なんか治安の悪い感じが伝わってくるな。結局なんか空港にあるタクシー会社があって、確認したら2倍の料金、あの Uber 配車アプリより2倍の料金だったから、もうね、配車アプリにしました。今空港出てきたんだけど、確かにね、この時間にこの街を歩くのは危なそうな匂いするな。いや、ここさ、 Uber 一応呼べるんだけど、多分止まれないんだよね、ほとんど車が。止まると結構注意されて、だからもうパッと見つけてパッと乗らないと。どこだ、全然ね、見つからないよな。無理だ、ここで Uber が全然捕まえられない。なんかアプリもバグるし、なんか結構なんだろうな、なんかエラーする。とにかくここでやると、でも件数が多いのと、みんなも止まってられなくてどんどん移動しちゃうので、バグるわアプリが。ちょっとだけ歩きます。でも結局さ、 Uber 乗ってないのにさ、 Uber 請求されてさ、
またちょっと対応が一個増えそうだわ。後でまた落ち着いたら問い合わせしようと思うんだけど、なんか無駄にお金が勝手に引かれてたっていう、ちょっとまあリアルな情報共有でした。今ね、他に手段がなくてもう一回 Uber をチャレンジしてます。いけそう。ドライバー線はめっちゃ優しくて、なんかスペイン語で話してくれたんだけど分からなくて、で英語で翻訳してやってくれて、でそれは何だったかっていうと、今から行くホテルのエリアは危ないから気をつけてみたいなの注意喚起でしたね。優しい。ちゃんと僕らも気をつけます。いや確かにちょっとヤバそうな路地やな。よろしくお願いします。 Thank you。 いい人。すごっ。こういう感じなんだ。早速部屋なんでね、入ったらね、すごい面白いね。ここが部屋なんだけどさ、上もうここ吹き抜け雨降ったらガンガン雨入ってくるわ、ここから。え、歩くとね結構危ないらしい。スマホとか出してると拳銃持った人が近寄ってきたりとかするって聞いていて、歩いて10分15分の距離なんですけど、空港からウーバー使いました。一旦無事にね宿に着いたので今日は休みます。あと少しやることあるんですけど、それを終わらせたら休みたいなと思います。明日からメンバーが増えますと、また次回の動画から紹介できたらいいなと思うんですけど、ここペルーからは4人で、僕とステファニーともう2人ね、一緒にメンバー増えて旅していきたいと思います。まあ、そこはまた次回以降詳しく紹介しますね。やっぱね、移動日は陸でも飛行機でも大変だったじゃあまた明日。